こんばんは。毎日晩ご飯、キッチンスタジオ10家の木野恵子です。今日はですね、先日お野菜をね取ったんですけれども、こんな可愛いねミニ人参が入ってました。それでみっこのお野菜っていうねみっこさんのところから取ったんですけれども、そこでねこうやってレシピつけてくれたんですね。でそこでこのミニ人参は丸ごと人参チヂミということで、もう葉っぱもね人参のね身の方というかね、そちらも全部使ったチヂミが乗ってました。で今日ねちょっと他のお料理に合わせてこのチヂミをさらにまたアレンジして、これをベースにちょっとねガレット風に、ガレットってフランス語でこう丸く焼いたねお菓子のようなもののことをねガレットって言うんですけれども、ガレット風にフランス版のおやきみたいな感じでね、そういう風に作っていきたいと思います。ちょっとねアレンジさせていただきます。はい、じゃあね人参ですけど今洗ってあります。でこの人参がですね葉付きで 3,4 本ということだったんですけど、今日はちょっと細いのもあるので6本ぐらい使ってきます。でね葉っぱのところでまずね切り離しましょう。ね、こうやって取っちゃいますね。おっと、はい、ちょっとね切り離したらまたここ土出てきましたんで、もうちょっと洗ってきますね。ね、できました。はい、人参の葉っぱね可愛いですよね。はい、じゃあ人参はもう端からザクザクと切ってしまいましょう。ちょっとね硬かったりするので、もう8ミリぐらいですかね、1センチ弱ぐらいに全部切っちゃいます。はい、でボウルに入れておきます。はい、で、人参の方ですね。でこれ千切りっていうことなんですけど、ちょっとねこう細くて千切りもちょっと大変かなと思うんですが、ちょっとねやってみたいと思いますが、これね斜めにカットしちゃいます。斜めに切ってって、もうもちろん皮ごとでいいですよ。はい、そしてねこれをちょっとそんなに細かくならないかもしれないですけど、一応千切りにね切っていきましょうか。斜めに切ってから千切りね。すごい柔らかいです人参、ちっちゃいしね。で人参のねいい香りしてますね。人参の葉っぱってすごい可愛くてね、もう一つのね農家さんの方からもよく葉付きでいただくんですけど、そういう時結構もっと大きい、ね、長い葉っぱの時は私はもうまず花瓶に行けちゃいますね。すごいやっぱ水をね吸うんですよ。だから冷蔵庫だとすぐくたっとなってしまうので、花瓶にね入れて水たっぷり入れて置いとくと、もう1週間とかね10日とか元気で、でキッチングリーンにもなりますし、ね、そこからと積んでねなんかお料理にしてもいいしっていうので、冷蔵庫入れちゃうとしなびちゃうからね。で結構かさばるんで外に飾っちゃいますね、いつもね。はい、はい、じゃあね人参が切れました。はい、そしたらねここに、粉を入れてきます。これはねみっこさんの、レシピ通りに片栗粉とあとね薄力粉または米粉ということで、今日はねちょっと薄力粉でいきたいと思います。1杯2杯3杯。でちょっとねレシピ通り行こうと思ったんですけど、人参の量がね違うかなと思って、ちょっと一旦ね混ぜ合わせてね様子見ますね。あんまり粉が多くてもそれこそね縮みになってしまうので、今日はガレットなんでね、あこんなもんでいいかな。ちょっと薄力粉ね分量の半分しか入ってないんですけど、良さそうなんでやめときますねここでね。
そしたらですね、ここでポイントが、クミンを入れます。クミンのホールですね。ホールをちょうどもうないですけど小さじ半分ぐらい、ね、入れて、あの人参と、ね、クミンの、相性もすごくいいですのでね。はい、じゃあここにね、お水を入れてきます。はい、じゃあお水ちょっと様子見ながら入れてきますね。あ、ちょっと入れすぎたかな、ちょい入れすぎたかなもう少しこもない入れよう。ちょっとお水入れすぎちゃった。これでいいかな。ちょっと緩めですけど、これでなんとかまとまると思います。はい、これで OK です。じゃあお塩と胡椒もね、入れておきたいと思います。はい、で混ぜますね。お塩入れたんでしっかり。そしたらね、これを焼いてきます。今日はね、スキレット用意してます。スキレットに大白ごま油をちょっと多めに、大さじ1杯弱ぐらい、ちょっとねくっつかせたくないのと、ちょっと多めでね、カリッとさせたいっていうのでね、それくらい入れますね。でちょっとね、熱するの時間かかるんで、スキレットはあの熱い鉄のフライパンなんで、熱くなるのにちょっと時間かかっちゃうんでね、少し待ちますね。まだいいかな、いいかな。よし、じゃあ入れてきます。まさにね、チヂミのようなね感じです。じゃあざっくり焼きます。はい、これでね、しばらく焼いてからひっくり返していきますね。ね、はい、ではね、どうでしょうか。今、2分、3分ぐらい焼いたかな。よし、じゃあ、いいですね。返します。お、いいですね。ちょっとね、押さえつけるような、まさにチヂミみたいなね、感じで焼いていきます。はい、じゃあね、裏もどうですかね。ちょっと見てみます。あ、いいですね、美味しそう。ちょっとだけね、そこ焼きますね。はい、それではね、もうこれでいいと思います。はい、できました、ガレット。そしたらね、これを切ります。もうね、大きな包丁を使ってこう上から押して切るような感じがいいと思います。でガレットの場合は、チヂミはね、こう四角く切っていきますけど、ガレットの場合はケーキカットでいいと思います。サクッとしてますね、いい感じ。これなんかお醤油つけたくなっちゃう感じですけれども、これはもうこのまま、もしくはちょっと味をつければ塩をねかけて食べていただいたらいいと思います。はい、人参とクミンのガレットです。できました。このままでもいいかな。はい、はい、ではね、今日の食卓はこんな感じです。今ね、作りました人参とクミンのおやきですね。そして、こちらにね、カブを、塩麹と、リンゴ酢で漬けた、ちょっと洋風なのかな、まあ和風でも洋風でもいけるようなね、さっぱり漬け、カブとね、カブの葉っぱですね。これもみっこさんの野菜です。であとね、エリンギと、ビーツの葉っぱと、あとさやえんどうですね。これを、オリーブオイルとニンニクで炒めた、ね、これもみっこさんの野菜です。エリンギ以外ね。はい、そして今日ね、このメインがお鍋なんですが、じゃん、こんな感じ。わー、すごいスパイスの香り。これね、ビリヤニってご存知ですかね。ビリヤニで合ってるよな、
違ったらやだな。これねインドの、まあ、炊き込みご飯みたいな感じなんですね。でタイ米で、あの、で長いあのお米で作ってるんですけれども、あの食べたことがなくて私で前から食べたいなと思ってたんですけれどもちょっと機会がなくて、でそしたらねこの間ね、あのいつも読んでるフリーペーパーがあるんですけど、それにね、まあ、キャンプ飯みたいな感じでビリヤニの簡単な作り方っていうね、まあ、アレンジしたやつだと思うんですけど載ってまして、あのサバ缶を使ってサバの味噌煮缶を使ってってのが載ってたんですね。でおビリヤニだと思って作ってみたいなと思って今日初で作ってみました。ちょっとねアレンジした部分もあるんですけれども、それでここにですね今からこれねもうサバも崩して混ぜちゃいますけれども、でここにねレモン と、ミントがあるんですけど、これねお庭のミントね、あと国産レモン、これを絞って、あとこれ散らすのかな、あの添えるしか書いてなかったんでどんな感じで食べるか分かんないんですけど、まあ、ちぎってねその場でちぎってかけて食べるって感じかなと思ってね、これにこれを作りたかったんですね。なので全体にスパイシーな感じにしました。はい、ではねちょっと挑戦してみたいと思います。美味しくできてるといいな。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったなと思われた方はグッドボタンを押してくださると嬉しいです。また毎日悩みがちな献立のヒントを朝、公式 LINE にて配信しております。キッチンスタジオ10へ木野恵子の公式 LINE はこちらからご登録できます。まだ登録されてない方はぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。